お弁当に入ってると嬉しいものは？そりゃ唐揚げでしょう。お弁当の中に入ってると嬉しいものはキクラゲ。お弁当に入ってると嬉しいものは卵焼き。お弁当に入ってると嬉しいものは鶏そぼろ。エグザイルの立花健二です。エグザイル哲也です。そして詳しいです。はい、スエです。よろしくお願いします。お願いします。先週に引き続きドーベルマンインフィニティから久保シーさんとスエさんを迎えしました。イエーイ。よろしくお願いします。来た来た。今日は何、アランいないんだね。今日はね、今日はアランいないんだね。帰ってきました。帰っちゃったね、横浜から。はい、ということでオープニングの一言、お弁当に入っている嬉しいものはですが、ラジオネーム鬼米班長さんからのリクエストでした。はい、高校生活では毎日お弁当が当たり前でレパートリーが偏ってしまうのですが、うん、私は野菜炒めか卵焼きが入っているとテンションが急激に上がって、うん、午後の授業も乗り越えられます。うん、皆さんは何がお弁当に入っていると嬉しいですか、ということで。はい、はい、てっちゃんがキクラゲ。キクラゲ、まあ、キクラゲ。俺もビビったんですよ。久保ちゃん笑っちゃったけど、キクラゲって何と思われた。その単発で入ってるのがね、なかなかないです。いやさ、ロケだったりさ、はい、こう収録の時にさ、はい、お弁当出してくれる時にさ、はい、あの中華のさ、わかるよ、 あるじゃん、あのエビチリと、そうそう、あの時にキクラゲ入ってるじゃん。 あれ美味しい。あの食感がさ、うん、あの料理名が欲しかったっすね。じゃあそうですよね、キクラゲで来られた。キクラゲ、卵炒めピンポイントですね。そうなんかね、キクラゲとかクラゲ好きなんですよ。 あのコリコリ感、コリコリ感、いやでも美味しそう、ね、あの食感がね。で、久保ちゃんは何？俺はもう絶対卵焼きっす。やっぱそうなの、はい、卵焼きね。へえ、スウェーは？俺も卵焼きって思ったら久保さんが卵焼き来たんで、あの急遽鶏そぼろに。なるほど、ね、はい、鶏そぼろ、鶏そぼろ、はい、でも美味しいよね。はい、美味しい。ちょっと甘めな。僕はもうその唐揚げですよ。唐揚げ間違いないです。王道、唐揚げと卵焼きで、はい、俺も完結します。はい、唐揚げと卵焼きでいいよね。はい、いいですね。はい、あとおにぎりとかだったので、ね、はい、完璧、全然最高です。最高っす。うん、でも俺1個だけね、昔憧れたお弁当があって、うん、友達が持ってきたんだけど、うん、カレー、カレー、カレー、お弁当にカレーですか？カレーのルーを別で持ってきて、はいはいはい、ルーかけて食ったのよ。へえ、めっちゃ羨ましくて。それはうまいね。それはいい。あのドカベ、ドカベだから、あっつのやつ、あったかい、こいつレベル高えなと思って。結構そのタッパーもカレーの匂いすごくつきそうですね。その長時間カレーでも持った時におすすめですよ。多分楽ですね。楽だと思います。はい、さて、先週は8月15日にリリースしたニューシングル「スーパーボール」について伺いましたけれども、はいはい、今週はですね、まあ、カップリングについても、聞いていきたいと思うんですけれども、はい、カップリングは今回は「ハロー」と「ゲットアップ&ダンス」ということで、はい、こちらどんな曲でしょう？ハローはもう完全にもうちょっと遊び感覚の、そうですね、ね、本当もうあの子供の声とかも、うん、あの ESPG の、そうですね、あのキッズの方に手伝ってもらって声入れてもらって、本当あのハッピーな歌っすね。うん、もうなるほど、なんかもうみんなでつながっていこうよみたいな、はいはいはい、最近こうなんか挨拶とかもあんまりしない環境にある中の誰とでもハロー、ね、ハロー、ハローハローって言ってたらみんなとつながっていくんじゃないみたいな、うん、毎日こう楽しんでいこうよみたいな曲っすね。ノーベルでもこういう子供たちとの絡みってなんかあんま今までなかったんじゃない？ない、初ですよね。初ですね。ね、はい、どうでした？やってみて。いやもうレコーディングしてる時のそのちびっ子たちの可愛さときたら半端なかったですね。そうだね。でもさ、昔のドーベル知ってるとさ、そういうイメージないもんね。まあ、大阪でブイブイ言わせてたあの頃、あの頃からこうですよ。やっぱさ、年齢とともにさ、うん、その表現の仕方も変わっていくっていうのは、そう、まあ俺がイーテレをやらせていただいてるようなもん。ゲットアップ&ダンスの方は、はい、これはあの張さん率いるあのオールドマンワイルディンというあのプロデュースチームを今 P 張さんがやられてるんですけども、あの張さんがこう今のドーベルが、まあ、あの最初ドーベルマンインフィニティ結成当時にですね、こうアリーナツアーを絶対実現させようとあの動き出したんですけども、未だにまあ叶えられない現実もありまして、改めてここでこう初心に戻ってあの頃見てたこう夢をもう一回こう
フレッシュな気持ちで追いかけ直そうっていう、うん、こう意味も込めてこうゲラッペンダンスっていう曲を作ってくれまして、うん、こうもう一回みんなで頑張ろうぜっていう、かっこいい、ね、いい前向きな曲になりました。そうですね、なるほど、はい、いやでもプロデュースしてんでしょ。そうです。どうなんですかその調子は。もうだいぶすごいっすね。ちゃんオールドマンワイルドに結構すごいっすね。あつし君もやってる、あつしさんもやってますし、あと僕が今26なんで、3日後に僕ソロアルバムも出るんですけど、ソロアルバムのイントロとその2曲目も張さんたちも、うん、あそうなんだ、あのグループはもう多分結構やばい最高っす。うっそ。ちなみにメンバーは、うん、ジェイドと張ちゃんと、ナオザライザーっていう、うん、昔の大阪から の、 あのトラックメーカーなんですけど、うん、もう何を撮ってももうみんないけてるんで、最強チームだ。トラックいけてるし、ジェイド君メロディー作れるし、張さんがラップのラップもいけるし、はい、なるほど、すげえな、相当強いっすね。ダンス必要かな。ダンス必要かな。こうなったらもうもうこうやって感じね。打ち上げで日本酒いらないから。あいるじゃん。必要だ。トータルプロデュースになりますね。楽しみですね。楽しみですね。はい。ということでそのドーベルも9月23日にドーベルマンインフィニティプレゼンツ D アイランド2018開催。はい。こちらはどちらで？これは山梨県の甲府市で。甲府市。はい。山梨なんだ。山梨なんですよ、ね。なぜちょっと遠いですけど、あの去年アゲハ、はい、スタジオコースターでやらせてもらったんですけど、うん、キャパが2500人ぐらいしか入れなかったんで、うん、今回大きいところでやりたいなっていう、場所をいろいろ探したんですけど、うん、なかなかなくて、うん、でもちょうどいいとこ空いてて、うん、あのキャパ的にもいいところがあって、すごいなんかいい場所で、はい、ちょっと遠いですけど、でもなんかバスツアーを作ったりとか、うんうん、そのバスにアメニティグッズつけたりとか、はい、いろいろして、で出ていただくあの人とかもこうね、僕たちが見たい人だとかつながりのある人だとかこう出てもらうんで、すごい結構これ気合い入れてやってる。923ですよ。923。小吉も出てくれます。はい、小吉がいけるってことは、むむっ、めあるかもしれないな。これはEXILEの稼働はないっていうことっていうことかな。そういうことですね。全体の稼働はないですね。個人でなんか入らない感じで、山梨県甲府市までおよそ車で1時間。1時間、そんな近い？1時間半ぐらい。2時間ないぐらいですね。めこれはまだ、これはちょっといけちゃう可能性も。山梨美味しいもんあるな。め山梨だらなんかブドウとかもうまいんじゃないですか。ブドウ。ああでも山梨のワインとかもあるね。ね、ワイン美味しい。なるほど。ワインができるってことは水がうまいってことはまたコーヒー美味しいの入れるね。これ入れちゃうね。これ美味しいの、コーヒー、美味しいコーヒー入っちゃうね。これ組みに行くか。組みに行きますか。いやぜひ。そうですね。あ、これ空いてそうだな。スニーさん。テントもう一つ用意できるかな、これ。テントなの？あのテントの、あ、楽屋。楽屋テントね。なるほどね。まあそれではね、ここで一曲お送りしたいなと思うんですけど。はい。じゃあ曲紹介お願いします。はい。ではそれはあのピーチョーさんの率いるオールドマンワイルディングがプロデュースしてくださったこの曲、一曲聴いてください。ドーベルマンインフィニティでゲラッペンダンス。名付けましょう。あだ名をつけてほしいというリスナーを募集。この場で新しいあだ名を考えていきます。今日のあだ名をつけてほしい方は夏美さん。私には5歳になる息子がいます。私の影響で EXILE THE SECOND さんが好きで、 DVD を見ては踊り筋トレをしています。そんな息子が将来は EXILE になりたいと言っています。 EXILE になるには LDH に所属することになると思うのですが、そこにはちょっと問題がありまして、私の息子の名前はなんとファンタスティックスのボーカル中島聡太君と同姓同名なのです。しかも漢字も同じ。LDH は同姓同名はありですか？なしですよね、過去笑い。もし万が一 LDHに所属できることになった時のために息子の芸名を名付けてください、お願いします。これまずなしではないですよ。名前で選んでないですよ。そんなことは絶対ないんですけど。まあでも中島聡太くん5歳、誕生日が8月10日鳩の日ですね。好きな曲は Going Crazy、 好きなメンバーケイジさん、
筋肉がかっこいいとのこと。ハマっているもの、サッカー、自転車、母から見た性格、ビビリ、でもお調子者、几帳面ということなんですけども、蒼太君のね芸名を名付けちゃいましょうと。なるほど、ね、いう今日はことなんですけど、どうしましょうか。どうしましょう。中島蒼太君、ちょっとね一つ名付ける前に言いたいことがあります。蒼太君5歳であの筋トレをやめましょう。確かに、俺も思います。背伸びなくなっちゃう、ね、背伸びたくなっちゃうからね。これちょっとねお母さんやめてあげてください。そうだね、筋肉はね、はい、遊ぶのはいいです、筋トレはまだねちょっと早いです。ガチガチにしちゃダメですね、はい、いくらでも後で鍛えられますからね。何、はい、だろうね。鳩の日、誕生日が鳩の日です。ハマってるもの、サッカー、自転車。でもサッカーではもう最近もうワールドカップで日本代表世界レベルですからね。そうですよね。見てました、ワールドカップ。見てました。見てましたよ。誰が一番響きました？選手で言うと。やっぱ本田選手は。圭佑本田さん。まあね。最後のワールドカップと言ってた。やっぱりちょっと変わりましたよね。ゲーム内容が急にガラッと。確かにね。いやいいじゃないですか。圭佑くんで。そうですね。圭佑くん。圭佑本田の圭佑くん。急に、うん、ちょっとあやかってする。メジャーすぎるでしょ。いいちょっと。圭佑。なんだ。サッカー。サッカー。サッカー。あと自転車っていうのもあれですよね。自転車。うん、バイク。バイク。バイク。なんかないかな。自転車。自転車、サッカー。で、ゴーイングクレイジー。ゴーイングクレイジー。クレイジーボーイっていうのもいますからね。そうなのね。クレイジー、だからクレイジー、クレイジーなんとかでもいいかもしれないですよ。また寄せていく、寄せていく、そっちに寄せていく。クレイジー四角形もいますからね。クレイジー四角形、そうですね。クレイジー四角形、やばいっすね。クレイジーなんとかいいんじゃないですか。クレイジーなんとかね、そっち系で攻めるってことですね。もうシリーズ化させる、クレイジーシリーズにするってことね。ああ、なるほどね。ってことはクレイジー、クレイジーバードとかどうですか。あの鳩の日なんで。クレイジーバードね。いいね、クレイジーバード。じゃあもうクレイジーファンタスティックスバード。めちゃ寄せてくっていうね。逆に。クレイジーファンタスティックバードいいですね。いいね。クレイジーファン。クレイジーファン。長。じわじわきますね。じわじわ。じわじわる。鳩ってバードな。そういうことですね。これは鳥。でも鳩はでまとめちゃいましたもんね。ピースの象徴ですか。ああそうですね。そうですね。クレイジーピース。クレイジーピース。ピースいいじゃないですか。ピース。すっげえピースってことでしょ。ピースのあのジャンルを変えてピースオブクレイジーってあの。あ、ピース。クレイジーの一部っていうやつですか。すごいね。ピースね。なるほど、ワンピースのピースね。なるほどね。ピースオブクレイジーね。ピースオブクレイジー。序の口なんでしょうね、まだ。序の口。クレイジー声が。ピースオブクレイジー、ちょっとなんかハマるね。語呂がいいっすね。これでいつかさ、ラッパーでデビューしてきたら、もうスウェーデン、もう抱えるしかない。もう最近すげえの出てきたんですよ。ピースオブクレイジー。もう、スレさん、僕昔つけてもらったんすみたいな。もう俺借金してでも制作費出しますよ。俺がどうにかして制作。お母さん、お母さんよかったね。将来さんつきました。つきました。よかった。本当ごめんつって。それでは、それではスウェー君に、ソータ君の芸名を発表していただきたいと思います。お願いします。はい、ではあだ名がただいま決定しました。発表します。ピースオブクレイジー。ありがとうございます。お母さんよかった。よかった。いいじゃないの。将来ももうスウェイがね、約束してくれたんでね。もう素晴らしい。終わったらね、スウェイと行きましょう。FM 横浜レディオマッシュアップ、そろそろお別れの時間です。はい。さて、2週にわたってドーベルマン選手からカゴシーさん、スウェイさんをお迎えしましたけれども、いかがでしたでしょうか。いや楽しかったですね。本当に毎度毎度楽しいですね。なんかガチャガチャしました。いやいや、もうガチャガチャ大好きです。楽しい、楽しいですね。だん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 こう、あんまりこうちゃんとしたラジオだと思って聞いてくれない人だらけになってますよね。なんかこの雰囲気はめっちゃ楽しいじゃん。はい、裏も楽しいのはやっぱ一番だよねと思ったんだけど、はい、この前ふとした瞬間に車の中でちょうどこの時間になって流れてきたわけですよ。聞いちゃった。聞いちゃった。聞いちゃった。あ、これちょっとやりすぎかな。
そろそろなんか誰か聞いたら怒られるんじゃないかななんて思うぐらいね。それぐらいがいいんじゃないですかね。なんか日曜日のこの夕方6時半そうなんですよ。まったりした時間に攻めてるなみたいなね感じはあるんですが、まあこれが持ち味ですから、そうっす、いったろうと思いますけれども、行きましょう。まあ改めてドーベル、まあ告知とありますでしょうか。そうですね、やっぱり D アイランド、9月23日、山梨県の、甲府市小久保公園でやるんで、ぜひ、本当バスツアーとか結構いろんなところからバス、出してもらうんで、はい、それに乗って遠足気分で来ていただいて、間違いないですね、はい、水分補給もしながら、間違いないです、遠足気分で、はい、その一日を思う存分楽しんでいただけたら、うん、ね、本当ね絶対楽しいんですよね。いや楽しいと思うよ。絶対楽しいよ。はい、てっちゃんとけんちくんも来てもらって、うん、そうですね、そうだね、ぜひ検討しますね、うん、まあスケジュール帳見ますよ。スケジュール帳見てないって行けるんだったらもうその代わりもう行ったら出るよ、うん、あ、もうそれはもう、それはもう、それはもう、もうさらにやつだもんね。バックバンドさんたちの後ろで踊るから、ね、わざわざ、ね、いや、まあ、それ前で大丈夫、なんか後ろにいんな、なんだあれ、だったら前で行きましょう、それは前で行きましょう、そうですね、はい、なんでぜひD アイランドぜひよろしくお願いします。はい、はい、ということでまたぜひ遊びに来てください。なんかそういうあります、誰とかそれ、あ、どうです、あ、僕はもう3日後に、はい、アルバムが、そうだ、おアンチェインドが出るんで、はい、なんてアルバムですか。アンチェインドという、アンチェインド、どういう意味なんですか。結ばれてない、はい、結ばれてない、アンチェインドね、チェーンのね、チェーンド、はい、なるほど、自由だこと、はい、フリーだ、ソロファーストアルバム、ファーストアルバムです、いや、はい、おめでとうございます。そうなんだ、素晴らしい、ね、いや楽しみだね、どんどん DI メンバーのね、うん、才能もどんどん飛躍してって、そうだね、これからも羽ばたいてほしいですね、はい、ハトのように、ハトのように、ここでハト、ね、ピースオブクレイジー、クレイジーだね、ピースオブクレイジー、待ってるぜ、待ってるぜ、いつか会おうぜですね。ということでまたぜひ、マッシュアップ遊びに来てください。また来週の夕方6時半にお会いしましょう。 EXILE 立花健一と EXILE 哲也とドーベルマンインフィニティの久保修斗、ドーベルマンインフィニティの末でした。バイバーイ。